どうも、エルカビのエルダです。はい、どうも、ダナシです。ということでね、はい、僕、この前ね、まあ、ずっとこう、見てなかった、作品をですね、まあ、とある人がちょっと貸してくださってですね。ずっと見てなかった、はい、あえてね、見てなかったやつなんだけど、それが、これなんですよ。漫画の火花で、なんですよ。あれ？これ漫画あるんだ。漫画になってて、竹富健二さん、知ってます？まあ、結構その界隈で有名な方らしいんですけど、が絵を描いているんですけど、はい、まあ、なんだろうな、こう芸人が芸人ものめちゃ半笑いで喋んなよ。芸人ものを描いた時に、うん、まあその、で芸人のリアルを描いてるってものは、まあ割と当然その興味あるってこの世界入ってますから、いろいろ読んできてるんですよ。で、いろいろ読んだんだけど、まあちょっとなんか途中から、そのリアリティみたいなことで言うと、結局やっぱ自分がその言っても僕18年ぐらいお笑いやってて、はい、で、まあいろんな事務所も転々とし、うん、で、まあテレビに出たこともあります。で、テレビではラジオに出させてもらったこともあって、はい、で、テレビに出てた時には一応曲がりなりにも、元 M1 チャンピオントレンディエンジェルさんが、うん、今年の M1 優勝候補、この後登場とか言って CM の前に僕らがそれで登場するみたいな。はいはいはい、を経て何年かして今年 M1 1回戦で落ちてみたいな。まあそうね、で、10年半いた事務所を退所してみたいな。うん、割とこう、多分、もう結構自分の 目でいろいろリアルも見ていると思うので、ちょっとそういう本とか読んだ時になんかあんまこうなんだろうな、入れないでしょ、ちょっと入れないっていうのはあった、うん、ただそのお笑いとかやってない人が見て、あ、こういう世界なんだっていうのはすごくいいし、僕は逆に違うものをね、スポーツドキュメントも何でもそういろいろ読んでるから、うん、はい、そういうのはあるんだけど、うん、でいう の先にこれをなんかぜひ読んでほしいですね、貸してもらったんですよ。だけど、すごいですね。だけど、あなたに貸すってすごいですね。そう。でもその人は、まあ、とある大学のゼミで知り合った人は、うん、これ面白いから読んでほしいって言って、読んだら、うん、どうでした？面白かった。あ、面白かった。又吉さんすごいわ。これ、お笑いの漫才師のいわゆる話なんだけど、うん、その、まあ、最初とか途中、ちょっと正直、うん、あ、きついなと思う瞬間もあったのよ。うん、その芸人同士のなんか付き合いみたいな話が出てくるんだけど、うん、これ結局、お笑いを描いてるんじゃなくて、うん、お笑いを通して、この世ので生きづらさを抱えてる人の話を書いてるっていう。まあまあまあ、その表現の関する話だったっていう。あ、見たことあります？いや、ないけど、うん、なんとなくしてる話。うん、なんとなく聞いてたら、うん、商品として考えたときに、うん、やっぱその、特定の人じゃなくて、うん、一般の周りで分かる人たちの、はい、にするには、うん、まあそういうふうな手法なのかなって。ああ、まあね。話聞いてる限りね。でもね、まあ今手法とか商品とか言ったけど、うん、又吉直樹さんの文学性はそういう言葉を軽く超えますね。ああ。相当すごいっすよ、やっぱり。又吉さんで評価されてるし、でも、うん、まあ、当然僕は芸人としても好きだけど。だから俺に勧めてきたやつが、うん、もう全然勧め方が悪かったってこと、ね、いや、どうなんだろうね。僕はそれをただ言ってるの、うん、いや、なるほどね。感じたことは、ね。だから又吉さんは聞いてる。いや、めちゃくちゃ面白かったわ。そう。うん。うん、なんか、うん、だからいわゆる、その、なんか、まあ、貸してくれた人とかっていうのはさ、いわゆるなんかいろんなところで哲学とか学んでる人とか、そういう人だったりするんだけど、はい、要は哲学的な、文学的なことを言ってるっていう。うん、つまり表現が、こういう表現をしたら、自分が面白いと思ってることを突き詰めすぎた男とかの話なのね、はい。で、結局ダメでやめていったりとか、そういうことがいろいろあるんだけど、うん、で、その世の中との折り合いがうまくつきれずに、喧嘩していくみたいな描写があるんだけど、うん、結構なんか大体今まで読んできたその芸人が書いた芸人の作品、別に俺そんな全部読んでないけど、うん、で結構そこの、なんだろうな、青春ストーリーみたいなところに落ちるんだけど、うん、全然そこじゃなかったっていうのが俺意外で。俯瞰されてる。俯瞰というかなんだろうね、そのもっと内面的なことだったね。うん、っていうのが、ちょっと僕びっくりして、はいはいはい、あ、漫画でそこまで。じゃあ小説なんてもっとすごいんじゃない？でもね、漫画は漫画でオリジナルの描写があるんだって。で、最後に又吉さんとこの竹富さんの対談があって、うん、竹富さんの描き方がまたちょっと独特で、うん、こんな描き方あるんやと思いましたみたいな。はあ、あそこ原作いなかったですね、つったら、うん。いや、あったと思います、みたいな。書きすぎてちょっと忘れてるのかな。でもその順番で。俺今この画面越しに見てるその絵の感じだと思う、うん、イニシャル D っぽいって。ああ、そう、書きやすいです。いや、これね。豆腐屋じゃないでしょ、最後まで読んでめちゃくちゃ。面白かったんで、これだいぶ。あ、2巻で。おすすめ、上下ですね。上下巻でおすすめという感じで。いいじゃないですか。すごいね。うん、ございます。2冊で終わる。そうだね。うん。ということ。今まで進めた人の中で一番、なんか分かりやすかったよ。
お前、俺何年本進めるライブやってると思ってる。俺、弟優勝してんだよ、ライブで。いやいや、そんなにね、うん、俺がね、うん、鉄拳をやっててね、鉄拳やってますよ、はいはいはい。で、地方の小さいゲーセンの大会で優勝してることは自慢にしませんか、うん、いやいや。そんなこと自慢しませんから。橋君、僕はノンフィクション作家とライブやってんですよ、いや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 。いやいやいや、もう私はね、鉄拳の大会出てましたからね。いや、だから、まあ。コロナになってから出れないのが悔しいね。うん、あ、そうですか。もうしばらくやってないからもう。格闘技の大会とかアマチュアも結構ね、再開もしてますけどね。ああ、なるほど。いや、これね、いや、面白かったな。まあ、そうな、ちょっともっといっぱい説明できると思ったけど、説明できない自分がもどかしいけどね。まあ、内容ネタバレっていうか、別に火花今ネタバレしてもいいのかもしれないけど。まあ、だからこれお借りした時にちょっと冗談で、あやべさんが書いてたら逆に読みたいんですけどねって言った自分をちょっと叩きたいですね。いや、読みたくない？あやべさんのやつ。ニューヨークでバイク乗ってるシーンとか欲しくない？まあ、確かにね、ニューヨークでバイク乗ってるのかどうかも俺は知らないけど。いや、写真が、うん、上がってたんで。だからそのね、対談の中でもすごかったのは、又吉さんが、あやべは今アメリカ行ってるけど、多分戻ってきても、あいつ絶対G流に乗れるんですって。で、うん、俺は多分乗れないんです、うん、だから俺は頑張ってやり続けてるんですっていう、うん、いやこのなんか人間性のさ対比をまたちょっとリアルじゃない、ピースさんの、ね、うん、というね、ヤムさんいつ戻ってくるんだろうね、どうなんだろうね、あっち何してるのかも、その僕らが、ね、僕らっていうか、ね、その普段でやってるじゃない、ね、連絡くれないですからね、全然、いや、ね、知り合いでも何でもないでしょ、本当にね、渡辺直美さんはね、なんかたまに配信するとめちゃめちゃな再生されてるの、たまにタイムラインに来ますけどね、あ、そうなんだ、あのニューヨークで、なんか部屋でなんか夜みんなでトークしようっつって、で時間見たらびっくりした、3時間ぐらいある3時間試し食いながらトークするみたいな、まあ、そういうね、もう一回ちょっと最近読んだ本をご紹介いたしました、はい、ね、ちなみにですね、うん、ちょっと関係ないんですけども、スザンヌさんは今高校に通っているとかね、そういうニュースも、そうですね、34歳高校生スザンヌさん、邪道高校生以来の確かにね、いや全国にいっぱいいるから別に邪道高校生じゃないですかね、学び直して子離れにもなるということで、うん、まあ、おバカキャラでね、あの一世を風靡したんですけれども、はい、もう一回まだ見直していきたいとか、なるほど、あとは中川翔子さんがあのビキニ姿を披露して、うん、あ、見ました YouTube で、いや見てない、めちゃくちゃもう一日で何百万回再生みたいな、へー、めちゃめちゃ巨乳なのよ、あ、そう、ね、めちゃめちゃ綺麗なの肌、へー、でもうあので水着グラビアやるのがもう 何年ぶりとかな、10年以上ぶりとか言ったかな、でもうそんなんやってないからやだやだみたいな言ってて、うん、でそのなんかもうマシュマロボディみたいな、うん、でマシュマロボディ34歳ぐらいだったかな、レベル34の中川翔子、うん、ボディのレベルも34だったみたいな下世話な記事が出たりとか、あともうそれがあまり話題になりすぎて、あの仲のいいよくコラボしてる朝倉海斗の電撃結婚説はみたいな、あーなんかちょこちょこ出るね、根も葉もない噂が出たりとか、ちょこちょこ出ますね、そうなんだ、出てますね、家に帰ってきたら、うん、しょこたんが料理作って待ってるみたいな、はいはい、それ動画でね、はいはい、ありますよ、ありますからね動画にあげるぐらいだからまあどうなんだろうね、もうもう実際ね、もうもう、付き合ってるの付き合ってないのか分かりませんけどもね、まあまあ今日はねちょっと火花を、だ隠し撮りだったらね、うん、本当にキスぐらいしてるわけで、見てるんですけど、ね、カットしてるのかな、アップまでしますから、アップまでする作業まで込んでますから、ってなって、ドッキリだったらキスしてね、分かんないと思ってキスしてほしいんですけど、それはやっぱ、うん、まあね、そこに見たいなっていうのはね、確かにありますけれど、まあまあね、そんなところでございます、はい、といったところで、また明日お聞きなさってください、はい、